宮尾港、または、脈地は、中華人民共和国を流れる川の一つで、立チ川の砂岸の支流。長江の支流の中でも、最長のものの一つである。宮尾港は、青海小玉樹チベット属自治州南部の、バヤンハル山脈の南麓に発し、四川省に入り関税チベット属自治州の、スナロザト山脈と、大雪山脈の間を南へ流れる。 砂路ロザト山脈の西には、金斎が、大雪山脈の東には、大都下が平行して流れている。関瀬自地州の関税、にロン、ん、にゃなどを通過し、両山遺族自地,地州に入る。州と、最小市の西で一旦北に曲がり、再度南に曲がって、大雪山脈を越え、吉枝花市の果てで、金斎に合流する。本流の全長は1 6 3 7トル。 内ち四川省内の全長は1 3 7 5トル流域は四川省、青海省、雲南省の3省29県市にまたがり、その面積は128,444平方キロメートルに及ぶ。源流から合流点までの標高差は4,420メートルで、合流点での平均流量は1,914立方メートル S。 川の水量が豊かで落差が大きいため、宮城交流域には、大型ダムが連続し、中国の水力発電の中心地の一つとなっている。吉枝花市の近イとの合流点から 30km ほど、上流には、発電容量 3300MW、年平均発電量170億 KWh の、水力発電所、に、なだ水電炭がある。さらに上流には、 3600メガワットの近平一級水電炭、4400メガワットの近平二級水電炭、1800メガワットの寒地水電炭、450メガワットの霧小林水電炭などが計画され、建設途上にある。また、南水北町プロジェクトの一環として、宮城工場流にダムを建設し、北の青海省の高河上流に水を引く計画もある。流域には、 チベット族、共族、漢族など多数の民族が住む。ありがとうございます。